原稿ないよ。原稿このドキュメンタリックな始まり方でしますいつもほら、はい、あの何月何日みたいな予定調和なのもうやめて予定調和じゃなくてね、うん、ほらなんかもう流れてんのかなじゃあこのほらこのなんかほらちょっとリアリズム演出っていうのなるほど、うん、この感じが自由にインディペンデント映画館いいですね、インディペンデントポッドキャストいやいやいや新プロデューサー&ディレクター、ね、全然インディペンデントじゃないから、ね、原稿が入りましたはい、ということで TBS ラジオライムスタートフォンのウィークエンドシャッフル4月30日生放送直後の、放課後ポッドキャストね本日は、スペシャル版ということで、ブルー映画ブルーベルベットじゃないブルーバレンタインブルーベルベットじゃない誰かも同じこと間違えブルーバレンタイン、はいシネマハスラーで今日やりましたけど、まあ見る人というかね見る人の恋愛観世界観、いろんなものによって、まあ、だいぶこう見方というか感想も変わってくると、うん、でどんどん変われ語れば語るほどおもろいので、うんはいやりましょうということになりました、はいということでお相手はまずは私歌丸と、構成作家古川とアドバイザーのセルジンと番組名誉プロデューサー橋本義文と新プロデューサーのディレクターの近藤夏樹です。はい、これはもうそれぞれ全員見たんだよね。全員見た、全員見た、はい、で一応言っておきますけど、まあ、ネタバレもクソもない映画ではありますけど、はい、全部知ってみたって全然大丈夫ですけど、はい、一応それを見た前提でね、はい、話はしますので全く真っさらな状態でいきたいという方はね、はい、何か見た後で聞いてください、はい、今日でも全然俺シネマハスラーやるときに何の前置きもしなかったよね。ネタバレしますよと何とも言わずにまあ別れるんですよラストの花火がって言ってましたからね、はいうん、まあでも、まあ、ネタバレがどうこうって映画じゃないですからね。先が気になるとかじゃないですよね、うんうん、先は気になりましたけどね。なんかあ冷静だったあとさ、これ話す前にさ、話す前にさ、それぞれ立ち位置かっていう、そうそうそう、立ち位置って何、その結婚してるとか、そうですね、まあ、現状の立ち位置で、童貞、童貞、童貞であるとか、である、もうそれ自己申告で、女とは、女に触れたことはない、ないとか、そういう立ち位置は言っといた方がいいですよね。別にないよね。で僕は、結婚してて、今、子供が一人います、で1歳4ヶ月ぐらいの子供が一人いますっていう状態ですよ。はい。うん、俺は結婚しても18年ぐらいで。うん14歳の娘が一人いる、はいはい、ベテランですね、まあ、結婚ベテラン一番のベテランですね、うん、そして私は結婚3年経ちまして、はい子供はおりません、はい、という状態ですね。既婚者ですね。そう、後に後にねまたいろいろ出てきますけどね、はい、そして、はい、唯一の未婚です。なるほど、はい、あ未婚、あそうですか、はい、ですね、なるほど、なるほど、はい、でもあれですよね、上昇じゃないですよね。あ、少女じゃないですよね。なんか上昇境界人なのジンバ、ジンバじゃないですよ、ジンバじゃない。そうですね。いや、その、いや、男性と付き合われた経験は、いや、まあ、はい。同性とかないですか。同性とかもあります。同性あり。はい、あ女子校出身ながらも、それはあるという。そうですね。で、ある程度、その、やっぱりその結婚とは言わないけど、その、共同、なんていうかな、その、恋愛の、その、単純に、わーっと盛り上がってるところだけじゃない、何言ってるのも当然。いやでもまあ結婚に目は持ってたいですよね。あなるほど、あちょっとまあそこはちょっと意見ねありますからね、はい、私はまあ、新婚本心ですよね。新婚何ヶ月な婚心本心の本心な何か半年ぐらい、うん、まあでもただまあ一緒に住み始めてからもう、1年以上はもう経ちますから。同棲自体1年付き合い始めてはもう何年か忘れましたけど、それで1年以上で、さらにその前に5年以上の同棲があって、うん、失敗があり、うんうん、その前も同棲とは言わないけど半分ずっと一緒にいてみたいな、うん、でやっぱうまくいかなくなりみたいなもあった上でのこれですから、うん、でその童貞ではないですよ、うん、そこは強調してる、ああ童貞じゃないこういう勘違いされるんですけどね、よくね、童貞じゃない田村さん童貞じゃないんだって、本当に、ね、勘違いされるのかはね、ちょっと分からない。裏切られたみたいなこと言われてもね、あの最初からそんなこと言ってないんで、はい、子供は作らないでって言ってる人見ましたからね。ああそうですか、ね、いろんな人生観あるからさ、確かに、ね、メールでもあったもんね、うん、付き合ってる彼女いるけど、で結婚も考えてたけど、うん、負けるもんかっつって、ね、ブルーバレンタインみたいな思いを新たにそんな風に使われるのも本意じゃねえだろうっていうそんなメッセージあの日なかっただろうと思うんだよ、ね、いやでもやっぱりその僕 もう今でこそ結婚しましたけど、やっぱいろんなそういうさ夫婦倦怠ものとか見まくってすげえ好きだから、うんはいはい、やっぱそれでの影響がなかったとは言えないね。あ結婚に対するどうせこういうことになるんだから、うん、みたいなのは、うん、で文句言ってる人ばっかりだし結婚した人も、うん、っていうのはやっぱありましたよね、ちょっとね、うん、周りに文句言ってる人ばっかりっていう環境はまあ、うん、僕はすごくいいんじゃないかと思いますけどね。どうしてですか。で結婚っていうのはなかなかネガティブなことって、うん、あんまり言ってくれないんですよね。ゼクシー的なね。そうです、そうです。ああいうパパパパーなんですね、はい、あそこからが大変なんだろうよ。やっぱり
その話す方も自分の結婚が失敗だったってやっぱ思いたくないだろうし、なかなかネガティブな面も自分からそんな積極的に言う方って、まあ、大多数じゃないと思うんですよ。俺親しくなれば別ですけど、逆で俺友達とよく話すんだけど、あの旦那さんが例えば奥さんのことをのろけたりすることをほとんど聞いたことがないと。それは男同士のそのなんかあるじゃないですか。そうそうそう、逆に言うとのろけがちょっとダメだっていうのがあるから。そうそう、でも本当にさ、のろける人いないよね、男同士で。基本的に奥さんの愚痴で盛り上がるじゃないですか。盛り上がる話も、まあ、だからそれは男同士のそういう、まあね、ね、うん、うまくいってる時の話をしない。愚痴で盛り上がるっていうか、愚痴を言う特定の人たちがいて、うん、でそれを聞いてゲラゲラ笑うというあれがあるだけで僕らの飲み会です、ね、うん、だからみんなが、うん、あの最大者が全員奥さんの悪口言うわけでも別にないしないですよね、うん、っていうことじゃない。ただ確かに露骨どこでも露骨にのろけないけど、まあ、それのろけだろうっていうことは当然あるし、はいはいはい、ジンなんかのろけのうちでしょう。ジンは割とのろけの組ですよね。ですね、女房がね。うちの女房がね。お、うん、始まったっていう、ね、うん。お前はてらいなく、うん、あの、てめえんちの女房とガキの話、本当にてらいなくするよ、ね、話はね、しますけどね。はい。まあいいや、だからそのブルーバレンタインを通じて、そうですね。まあ僕はあの、ハスリングの中でちょいちょい、まあ僕の個人的な考えも挟み込んでいきましたけど、じゃあちょっと皆さん。まあ、あの、まず、この時間は、はい、この読み切れなかったメールがね、そうですよ、いっぱいありますので、それをまずそれをこう少しずつ紹介していってちょっと進めれば、そっからそれに対して意見に言っていく中で浮かび上がってもいいか、うん、これがいいか、そういう感じにしましょう、これがいいか、そういう流れにしましょう、ええええ、では大変あの僭越ながら、はい、私がメッセージを読みつつ、なんかもう目が獣の目になるよろしいですか、もう鷹の目に、一番ねモチベーションが高いこの人に結局やりましょうって言ったのもこの人だし言いたいことがあるんですか、言いたいこととかじゃなくて、うん、やらせてくださいよ。なんだよ。とにかく。わかりました。わかりました。わかんないけど、じゃあまあちょっとやりましょう。やりましょう。メールを読ませていただきます。わかりました。はい。あのまずはこの方から、マーブル忍者さんですよ。本当失礼しました。マーブル忍者さんからですよ。東方25歳男、うん。ブルーバレンタインの感想ですよ。うん、彼女との結婚についてぼちぼち考え始めている中、この映画を見ました。うん、まず感想というか要望です、うん、担当直入に放課後ポッドキャストを希望しました。あ、はいはい、すごいね、要望が多かったです実際、うん、リスナーの方からもやってくれて、であの、まあ、番組関係者の皆さん、などミストの時のような皆さんの感想討論がぜひ聞きたいですというです、ね、要望もいただきまして、はいはい、でこの方は、東方はがっつりディーンに感情移入し、旦那さんの方ですね、うんうんうん、劇中2度使われる歌の演出、エンドロールの映像など、うん、鬼畜の所業としか思えない演出で涙を絞り取られ、ああ見終わった後もその日は一日思い出し泣きをしながら過ごすという濃厚な映画体験となりました。はいはいはい、まあでもそれはちょっと分かる気もしますね。これは本当鬼畜の演出だと思いましたね。え、鬼畜ってのはつまりその感情をすごい直に揺さぶられる演出ってことですよね。そのまず細かなセリフの描写は非常にリアルである、まあ、実体験、監督の実体験をもとにっていうことからも分かるように、はい、まあなんかもうそのフィクションというか虚構を見てるようには思えない、うん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 、ただのこれエピソードじゃないかよっていう、あの本当にあったことをね、うん、だからドキュメンタリーというか、そうですそうです、ドキュメンタリー以上に、うん、あの我がことのように、ね、思っちゃう、そうですよね、うん、あの社内での、ラブホに向かう途中の社内での、はいはい、あのちょっとしたことからの口論に発展する、ね、昔の、あそこはね、昔の男と、ね、そのだからいやそんなつもりで言ってねえよ、でも相手はその言葉尻を取って自分なりに解釈してこうなんか嫌な感じになっちゃう、ね、ああそうだよそうだよ俺はどうせそうだよみたいな、あんなに背景がなくてもあることですよね、そうなんですよ、うんうんうん、あそこはまだねそのあの男のことが分かってないところで、ね、出てくるから、うんうんうん、そうですね、でもね、うん、なくてもあのぐらいの言い合いしょうもないのはありますもんね、なんでなんかもうテンション低い感じになってしまうとか、せっかくのね、せっかく未来部屋でね、うん、そのアイデアがいいかどうか置いといても、置いといてですよ、はい、でもなんかその夫婦関係をちょっとでも元に戻すために何かことを起こさなきゃダメだっていう風衝動に駆られてしまってる感じってやっぱあるじゃないですか、うんうん、いいか悪いか別として、まあ、そういう細かい描写もありつつ、やっぱりその、ね、2人がうまくいっていた時の模様が合間に挟み込む下りをもうそれが繰り返されるたびにもう胃が痛いんですよ、あいいところが出てきてもやっぱ胃が痛い、いやだからいいところの見せ方がひどいじゃないですか、あのまあまあ、いい意味でひどいところですね、そのうまく
うまくいってないのと同じようなシチュエーションのその時のうまくいってるみたいな、なんか嫌な感じで抱き合ってる時にまたいい感じで抱き合ってる当時の映像みたいな、このねテンポの良さ、本当に僕はね踊るにしたってね、あのあんな、なんかのそのそぼってるのがもうものすごい軽やかに踊ってる、最悪ですよもう鬼畜ですよ、鬼畜の商業、鬼畜の商業ですよこれ。僕はあの、まあ、さっきも皆さんには言いましたけど、はい、仮に世の中に、うん、まあ、結婚式で流す映像ってあるじゃないですか、はいね、はいはい、結婚式で流すすごくよくできた2人の慣れ初めとか、まあ、出会ってね、あのこうやって育ってきて、うん、こうやってこうやって出会って、はい、出会ってで今初めて2人は一緒にこの部屋になりますみたいな、うん、いい映像ってよく見るじゃないですか、はいはいはい、特に業界関係だとそういう映像とかよくあるんですよね。この僕が映画を見て、もし世の中に離婚式というものがあったとしたら、離婚式というものが仮にあったとしたら、うん、そこで流れる映像としてのクオリティはこれ半端なくてない。二人の離婚に至るそのエピソードみたいなものがもう見事に、はい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 、でもさ、本当の、まあ、引き金は言ってるけど、本当の理由はやっぱ描いてないっていうか、そこあえて、そのなんここまで来ちゃった、で積み重ねなんだろうけど、だからその見てる側はやっぱすごいモヤモヤすると思いますよ。これをすでに手遅れになっちゃってるんですよ。手遅れのところから始めてるから。だからなんかもう、あ、だからその離婚式に参加した方々は、あ、もうしょうがないね、この二人はね。親戚一同はね。うん、あ、しょうがないよねって思えるエンターテイメント。いや、見終わった後、このようにあの大変な議論が、討論会が開かれる。二次会長そうだよね。そう。なんかそういうふうに思いましたけどね。確かにその、あの結婚前のシークエンスっていうのは、まあ、あのいろんなね、あのマイナス面も描いたりしてたけど、うん、でも基本的にはそのあれを短く編集してれば出会ってね、二、うん、人がね、こんなふうに、あ、そう、馴れ初めはお二人実はなんとかさんが、ね、ボランティアのバイトをしている時にってね、うんうん、こんな二人が第一印象は最悪でしたね、怪しい人だったそうですね。そんな最悪な映画なんですよ、そういう意味では。離婚式映画、うん、悪質な演出をしている。はいはい、まあ悪質って、まあ、そのあの感情をね、あのえぐるように作ったっていうのはよくできてるってことですね。よくできてますよ。これさ、今あのミストの時のようにっていうけど、うん、この映画の出来に関して疑問を差し挟んでる人はほとんどいなくない？そうなんですよ。あの、うん、嫌だとかさ、この登場人物の行動が嫌だとか、うん、テーマが嫌だとかね、そういう人いますけど、うん、自分に投影させて、うん、鬼畜の所業って、鬼畜の所業って褒めてるんですよ、だってこれ。そうですね。それだけ。それを言わないでください。いや、だから、あの、見てよかったですって、この方は最後結論としてはおっしゃってるんですけど、はい、映画の出来が悪いってことはなかなか。そこを言ってる人はあんまりいない。鬼畜っていうか、嫌な映画作るなって。嫌なこと言うなぁ。まあ、本当はそうなんだけどさ。あ、これはちょっと人生の先輩としてね。本当はそうなんですか。そう、ああいうことにはなったりするよね、時々。まあ、まあ、夫婦喧嘩というものね。俺だって経験がないわけじゃないわ、ああいう。同じ場所にいるんだけど、うん、同じ空間にいないっていうかさ、はいはい、ああいう感じってなったりするじゃない。うん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 、これはもう別にね、恋人じゃなくても、何度限らずね、うん、なんかそういう時はあるかもしれない、うん。しかもそれが知らないうちにそこまで行ってたりするじゃない。ふと気がつくとさ、うん、ずっと見張ってるわけにいかないからね。うんうんうん、それどう修復するんですか？無理だね。だって継続してるんじゃないですか。いや、今のかみさんとは今はそうなってないけど、あ、またもっと、その前の話で、なるほど、あそこまで行っちゃうともうね、ダメな、何やったって。あ、ダメですか。うん、うん、はい、ダメ終わり。あ、ダメだけど、でも結婚しない方がいいってことにはならないんだけど、まあ恋愛しない方がいいとかね、うん、いやいや、ああなることもあるけど、ああなるのが怖くて、結婚しないとか付き合わないとかっていうのは、うんうん、もったいないから。まあそうですよね。ああならないかもしれない。僕はその最後のあれは、鬼畜の商業は、でもそういうことだと思いましたけどね、うんうん、こんなに美しい、はいはい、その瞬間のために、うん、そうそうそう、うん、っていうふうに、うん、まあ、撮り方にもよるだろうけどね、どうにもならないことってあるもんね。たださ、あんな顔されて、あんな拳握られてる時に気づかずにおっぱい舐めてるかは、まあ、気づいてましたけどね、うん、ちょっとちょっとと、お前こらとちょっと待ってこら、おいちょっと、おっぱい舐めとんやで、おっぱい、おい、ちょ待て、ちょ待て、おい、パイ、ワイはパイ舐めとるやで、おい、もうちょっとこっち来いやな、っていうのは、まああるかもしれません、ね。あれはちょっと、ほん本当に途中からセックスレス描写としては、途中がまたさシンディがちょっとやけくそでさ、あれ最悪ですよね。うん、やめやろ、もうやめやろ。あ、もう最悪だ。最悪だよ。もうよかった、やろ、あともう好きなのやろ、好きなのやろ、はい、パンツ脱いだ、パンツ脱いだ。そうじゃねえんだ、男は。あ、もうね。
そういうこと分かってないですよね。何が？なんかそのほらセックスってものに関して誰が分かんない。女はね。女ですか？女っていうかもそのセックスになる女っていうか。セックスレスを仕向けてしまう女性がいるとしたら、あの女どっちの問題でもないからな。それってさ、その女の人側が旦那を拒む状態ってことですか？そうです。そのこと。だからそのだからまあその。何でも立つと思ってるのこっちはみたいなことですよね。向こうにしてみればそれこそね、もうそんなハゲ散らかしてお腹出て詐欺じゃんってさ、うん、それは男子も言うことあるじゃないですか、うん、だからそれは置き換え可能だと思うんですよ、うん、あの時こんな可愛かったのにお前結婚した途端になんとかなっちゃってみたいな、うん、よくあるじゃないですか、うん、化粧もしないとかさ、そのなんか見た目の問題じゃなくてあれはほら、うん、その雰囲気作りの話じゃん。でも見た目もあるんだと思うよ。まあ、ある、うん、そういうきっかけになると思いますけど、うん、雰囲気作りって言うけどあいつ最初からああいうやつだし全然、うん、そのレベルで言うと、まあまあまあ、うん、拳ね握られてもね小橋健太が出すまでねその例えが嫌なのよすぐあなたのすぐプロレスに例えるのが本当に嫌なのよいや投げられませんよ何の話になってすいませんね。いやでもこれは僕は別にあのそういう、家内に対してそういうこと言いませんよ。家内に対してそういうこと、そんなプロレスの例えはしませんよ。現実とさ、あの、バーチャルの境がもう、でもそうなっちゃうと思うんですよ、あの映画見てると。置き換えざるを得ないですよね。あの、まあ、時期にタイミングもあるでしょうけどね、その重ねやすい人は本当にね。うん、重ねやすい人はもうね、すごいと思いますよ、はい。どっちもちょっとずつ悪いっていうのがリアルなんだよね。そうなんですよ。なんか、その、なんかすっきりしないんですよね、やっぱり。しないですね。うん、そう作ったんだよ、ね、いや、そう作ったんだよ。鬼畜の商業の商業により。鬼畜の商業ない鬼畜の商業ないっていいね。ブルーバレンタイン。ブルーバレンタイン表。鬼畜の商業ない俺さ、それさ、あの、ミストより鬼畜。コメントとか載せてたらさ、こいつなんだろう鬼畜の商業なり。褒めてるんですけど、褒めてるんですよ。感は伝わってくるよね。お子さんにちょっと聞きたいんだけどさ、はい、僕男性はほとんどの人はディーンに感情移入して、でディーンがいいだの悪いだのっていう風に見てると思うんですけど、そんなことないよ。女性を心理に思い入れて見てます？そんなことない？男性女性の問題じゃないんじゃないですか。本当にその人のあれの違いだと思うんですよね、うん、私は完全にディーンに偏りしてたんですけど、偏りっていうかさ、はい、そのいい悪いっていうのは当然あると思うけど、そのどっちのストーリー、女性がリアルかってことですか？なんとか心理のストーリーとして見た上でディーンがいいの悪いのみたいな話になりました。なるほどね、うん、要はさ、この話ってさ、両方ともなんつうの、それぞれのさ、要は相手が知らない瞬間を描くじゃないですか、うんうんうん、シンディはこあのあー、ディーンはこんなときに殴られてました、でもシンディはそのことをあんまり分かってるよ、分かってないよなとか、実はだから意外とさ、あの特に最初そうなんですけど、子供を犬がさ、こう死んじゃったことをバレさせないように、うん、実家に預けて、うん、で表でディーンが待ってるところからディーン側の階層に入るじゃないですか、はいはいはい、で、おしっこ行くって言って森の中入ってって、はぁーってなったところ、シンディがはぁーってなったところ、シンディ側の階層に行くじゃないですか、うん、だから実は厳密に言うと多分どっち側の視点、どっち側の視点っていうのが言える、うん、あの 階層じゃなくて、そのあっち側サイドの時間の進みになってたりするのかなとは思いました、ね、うんうん、なんか結構実は不思議な和法の映画だなと思って、あ、そうかですね、で僕ね、あのちょっとごめんなさい、僕が見た感想で最初に思ったのは、これ自分の話に引き寄せる前に友達のカップルの別れ話を聞いてるような映画だなと思った、うんうんうん、ーー両サイドの意見を聞いてる、うん、それはだからその立ち位置的に今この問題にはこう、そうそう、現役感がないって巻き込まれていないためっていう、そうそう、で憎しみのいい身分ですな。逆にうちはよくそういう終わりがけのカップルの話を聞くことが本当に一時期立て続けに多くて、相談、相談される、そうそうそう、実際それが多かった、そうそうそう、でね、俺がこれこういで実際これに近いのもあったのね、うん、つまり、この映画ってさ、これ歌丸さんも評論の中で言ってたけど、スタートと終わり、もうどうしようもなくなる状態、うん、でその2つだけがセットで見せられて、はい、実際にこうどんな積み重ねがダメになったのかはよくわからないようになってるじゃないですか、うん、で例えばもうね、カップも別れようと思ってるんだみたいな女の子、あるいは男の子がうちに来て話を聞いたりすると、もうその状態になってるわけですよね、うんうんうん、で中間がわからんと、うん、でどうもやっぱ聞いてると、そもそもがやっぱり合わなかった人なんじゃないのかなって言わざるを得ないような話を聞くんですよ。もう今さらその人自身が修復したいと仮に思ったとしても、うん、もうちょっと無理、なせのちんさんがさっき言った、もうそこの状態になったらダメなんだ、ダメなんだと、うん、そういう話を聞かされてるような気分でこの映画を見たっていうのがあって、あの最終的にはもうちょっとどうしようもなんないよねっていう意味で、あんまりコミットできないと思ったのが一つ、
ただ同時にこれはその人の別れ話を聞くのと違うのは、うん、人の別れ話って当事者の、まあ、男性から聞くか女性から聞くかだけど、どっちにしろ主観の話を聞かせるわけですよね。つまり相手が本当にどう思ってたのかとか、うんうん、裏でどのだけじゃ苦労してたのかとか、うん、逆に遊び回ってたのかとかって分かんないけど、うんうん、この映画って両方がさ、一応それなりに真摯に相手のためを思ったことがあるとかさ、うん、相手のことを逆にすごく許せないことをしてたとかさ、そういうのが分かるじゃないですか。だから別れ話を聞いてるのともやっぱりちょっと違くって、なんだろうね、すごい不思議な気分になったのはなったんだけど、うん、ただまあどっちにしろこうなったらもうどうしようもないカップルの話を僕ら見せられてるから、うん、とにかく最終的には子供だけが傷つかないように終わればいいなって、後半はそれでしか見てなかったこと、うん、それはやっぱり古川さん の, その立場からのやっぱり置き換えというか、その感情移入の仕方なんじゃないかなと思うんですよね。例えばその後半というかさ、後半というか、うん、まあ、あの結婚後のさ描写の中で、うん、あの映画始まってからね、まあ、序盤なんだろうけど、どっかでこうしとけば大丈夫だったって瞬間はあるの？僕はそれ見出せなかったっすね。ないよね、ないです。だからそこは映してないんだと思うよ、うん、飛ばしてんだよね、要因は飛ばしてますよね、うん、なんだか分かんないけどもうこうなってました。例えば車の中で、そんな男の話で口論しなければよかった、もっと言えばだからその、まあ、会ってもその話しないで、うん、ちょっとそれを態度に出しちゃった、うん、なんかちょっとウィキウキぐらいしてたのかなあいつはね、はいはいはい、ふざけんなこの野郎で、まあいや、それも出すべきじゃなくて、だからもうあそこで何も起こんなければ、例えば車の中で何も起こんなければ、うん、マシだった。 あそこはでかいですよね、そういった意味で言うとね。いやマシだったっていうか、もうでもあそこであのきっかけであの口論になるってことはもうその前もなんかあ、そうかそうかそうか、ずっとままないじゃなくてもうとにかくダメなんですよ。水はもうキワキワまで膨らがってた。でもそうだよね、かろうじてうまくいって、その例えばさ、パッと場面が変わってさ、すごく昔のいいところ最高のデートシーンからパッて変わると、お前ラブホで酒飲みまくってどこが気晴らしだよっていうさだからまあダメなんだよね。そう、どうしてもやっぱりそのもう別れることが決まってるカップルの別れ話を聞かされてるって印象はだから変わんないですよね、うん、あそこがあれだったらっていうことはないよね。あの車の中で僕全く同じ話題が、うん、すごく二人の関係がいい時に出たら、うん、多分そのやきもちの焼き合いみたいなのろけみたいな、うん、多分状態になったと思うんですよ、うん、なるほど。え、何焼いてんの、うん、私に焼いてんの、うん、違うよみたいな、うん、もう状態に絶対なってる。あんな男をなんでその一瞬でも好きになったか、うん、もう全く分かんないみたいな、うん、え、ね、ちょっと焼いてんの、焼いてんだみたいな、ほらなやろみたいな、なやろみたいな現実ともう好きな話が混ざってるやっぱ結局あの二人の関係性においてはどんな話題が出ても、うん、その相手の嫌なところを汲み取って、うん、そうだよね、うん、そういうことをぶつけ合うことになっちゃう。朝からそうだったもん、それも、うん、もう朝からそうだった、うん、あの家は朝からそうだった、うん、そう取れるようにやっぱそのシーンはできてるわけですよ、うん、すごいじゃないですか。相手の方もう、うん、お前悪いよなって言えるうちはまだいいんだけど、うん、俺が悪いっつのかってなっちゃうと、うん、結構はやばいんだよね。その喧嘩にちょっと違うんだけど、それはそのでも仕方は確かにね、相手はさ、そんなこと言われたら、いや違うし、うん、なんかそのね、うん、なんかどうにもなんないもんね、うんうんうん、ちゃんとした喧嘩にならないんだよね、俺が悪いっていうのか、私悪いっていうのってなると、うん、ちょっと次のメールとりあえず行って、行きながら考えていくのがいいんじゃないの？ね、関連してるかちょっとわからないんですけど、そうだな、小枝ですよ。小枝ね、小分けすぎてね、小枝食った気がしないんだよね。小枝っていうか小袋になっちゃったんだよね。まあでも小枝美味しいですけどね。いや、小枝美味しいですよ。小枝最高です。小枝は美味しいね。包み方はね。今のあのハシピのこの言い方で夫婦喧嘩ですよ。私小枝がまずいなんて言ってないじゃん。でもお前小枝の包み袋が悪いっつったらそれ小枝をディスってることなんだろうが。違うわよ。そんなこと言ってないじゃない。そういうふうに取れるじゃない。はいはい。いつもそういう言い方するじゃない。聞こえるじゃない。だからそれを俺はフォローしてる。全部私が悪いんです。これやだ。もう。もういいよ、お前とは喋んねえよことでこう一人になっちゃう、指山投げてね
あの指輪投げて、はいはい、もうやっぱりこれやっぱり指輪投げるのよくなったかもな。もうあれつらい、しかもさ太っちゃってるから指輪がうまく外れないとかさ、あの前半のところでさ、それこそ最初に車のところで喧嘩するときにパッてテレビ映ったときにさ、もう服取っちゃってこうやって肉に食い込んでるの、はいはいはい、でそこの手をシンディが一応手をかぶせるんだけど、うん、プッて避けるのあいつはね。そうですね、避けますね、子供っぽいやつだね本当 ね、こんなに肉に埋まってんのにね、うん、子供っぽくなっちゃうんですよね、うん、シンディは前半はそうやって手触ろうとしたり、うんうん、あの泣いてるあれを後ろから慰めようとしたりするんだけど、ね、そこは結構子供っぽくほっといてくれみたいな感じをやるんですよ、うん、あいつは。ディーンは割とだから直情的な振る舞いをしてましたよね、うん、前半は特にね。タイミングが悪いんだよね、そういうのってすれ違いのパターンだけど、それが、うんうん、タイミングね、まあ、かといってこれちょっと近藤さん聞きたいですけど、うん、もうシンディはあの結婚後のシーンになってから先はやっぱり触られると生理的嫌悪感を感じるレベルに行っちゃってると思います。どっかではってこと？いや、私正直全然分かんなかったんですね。その変わるタイミングが全然。心理嫌なんですよね、近藤さん、はい、はっきり言うと。本当にこれは個人的な感情なんであれなんですけど。個人的な感情でいいんだよ。そういうコーナーで。あのだからそもそもなんか流れで結婚してああなってこうなったっていうのは、ああまあそんなもんかっていう感じもあったりして。うん、どういうこと？え、なんかなんていうんですかね。すごいあの個人的にはディーンの方が別にそんなに悪いようには見えなかったわけですよ。で逆にだからシンディがどこから嫌いになったかとかのそのなんか切れ替わりとかそのきっかけとか何で感情が動いたのかよく分からなくてでなんか、まあ、そこは描かれてない、それは描かれてないんだよね。だから同じ人の同じところを見て前は好きだったけど今はイライラするっていうことですよね。で実際それないんだよ、そのきっかけとか。だからそのなんか前そこが良かったっていうのはなんかそのやっぱ恋愛 そのすごくハイになってる状態で全てがアバターもエクボになってる状態がやっぱりアバターにしか見えないっていう状態にこう変わってしまうっていうことなんじゃないですかね。俺弾くから踊ってっていうのがさ、もうさ、うん、今はもうちょっと私仕事で疲れてるからちょっとやめてくんない、うん、踊れよ朝からプー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 吹いてないしこれが宇宙人の笑い方ね、もう幼稚すぎるだから一旦そうなるとイラッとするっていう、全然 そこには曲がり角がないんだよね。あ、いや全然いいじゃんって思っちゃった。だから多分、うん、あのディーン自体は変わってないんだからかわいそうじゃんってことですよね、うん、そうですね、それ自体は確かにそう、全然多分何もこう悪くないじゃんって感じなんですね本当に。僕の知人にも、ね、はい、そういう夫婦いますよ、はい、うん、あのそういうとこはイライラするって言ってる、そこは前からこうだったよこの人、だから肌から見るとそうなんだけど、うんうんうん、そこは言いつつでもね、濃い濃いですよ濃い。いやだから それをそこをなんか分かってて、まあ、結婚したんだから別にそんぐらいこう受け入れればいいじゃんっていうので、まあシンディーだからシンディーはちょっと疑惑があって、うん、あの人本当にディーンのことをそのいわゆる恋してるって状態になって好きになってだかどうか、そこが一番気になります。私もちょっと疑惑のとこありますよね、はいはい、状況に流されてる、ね、てか始まりのあの状況の時点 でもしあのレスリング部が好きだったら別にそこでなんとかするのがまあ普通ならばレスリング部は好きじゃないんですよ、まあ、そうですよね、うんうん、でもそこでなんかこう流された時点でこう始まった時点でなんか別にそんなに好きじゃなくて、だから心の好きに優しい男が初めて会った優しい男にふっと入られちゃったっていう感じですよね、うんうん、それだからまあああなっても仕方ないかなっていう感じ。じゃあ自業自得だこの野郎と、でむしろあのディーンにはもっと幸せがあると思う。ああそうですか。だから近藤さんは基本的にディーンをすごくいいって言ってるんですね。もう全然、むしろ結婚してほしいぐらいです。確かにディーンと、はい、あディーンと結婚したいんですか、はいはい、ぐらいですね。僕ね、だからその思い浮かべてるやつが一人いるんで、はい、ちょっとマッチングもじゃあ、ね、本当にあのね、もうあいつが言いそうやりそうっていうね、うん、ディーンほどかっこよくないと思う。ただディーンだからそのディーンと会う女の人は絶対いますよ。そうですね、それはそうですね、いやだから本当会わなかったっていうのも分かるなっていう、ね、うん、はいはい、うん、ただディーンが言い寄ってるからね、うん、全てにおいて、うん、という意味ではね、うん、まあでもね、だからあんな女に惚れちゃったかわいそうなやつってことね。そうですね、うん、そこですね、本当に見抜けなかったっていうことだからね。あんな女ってこと別にシンディーも、ディーンは一目惚れなんですよね。あんな女ってことはそのあの子が自分のことを好いてくれないようなっていうかね、女の子に悪気はもうそもそもないんだろうけど、うん、結果的にそういう状況になるっていうことがまあ分かんないわけじゃない普通は、うんうん、結婚して長い時間が経たないと、うん、そうですね、だからあの責任はないんだけどディーンには、うんうん、アンラッキーだからアンラッキーをこう受け止めなきゃしょうがないよなっていうことだよな。逆にこう女子的にはこう結婚する
というか、なんかずっと好きでいてくれる人が好きみたいなあるじゃないですか、なんかそういう意味みたいな、うん、でなんか割とそれをこう体現化してるのに、あ結局ダメなんだ、違いますよ、それだけじゃ、ね、それだけじゃそうだからそこまでうまくいかないんだっていう、好きでいることに腹が立ってくるようになったり、うん、そう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 、あの懐いてくんじゃねえよの世界だから、いやそれだけじゃ、だから そういう理屈だ、理屈では多分そうなんだろうけど、うん、その気持ちって変化してしまうというどうしようもないファクターがあって、うん、うん、だからそうなんですよ、その暗黒の知恵をあの鬼畜の商業で教えてくれてる、ね、それは多分だから結婚してないから分かんないとか、うん、っていうか、あのそもそもじゃああの恋愛がどういう形で始まったかっていう話になると、これ完全にあのディーンの一目惚れなんですよね、全くその前でお互いのパーソナリティが分かってる状態じゃない状態で、単純にディーンが心理を勝手に見染めて、つまり全くキャラクター心理がどういう人なのかっていうのを見知らずに行ってガンガン付き合ってるわけですよね。そもそもだから僕はその自分の恋愛観みたいなとか結婚観みたいなものと引き寄せてこの映画を語るんだったら、もうその時点で僕ちょっと感情移入できないんですよ。あ、でもそういうことありますよ。ありますし、実際だからさっきも言ったように友達が別れ話をうちにしに来たと、うん、もう別れちゃうかもしれない、うん、って時にじゃあ最初ってそもそもどうだったのって言ったら、一目惚れでいきなり行ったから付き合ったんだよねって聞いたら、うんうん、ああ、じゃあそれはやっぱりよく知ってから付き始めた方が良かったんじゃないかな。いやでもさ、そんなの冷静になれないもの。そんなのデートとかしながらパーソナリティを、だってパーソナリティを少しずつ知っていくなんて、一目惚れだろうが、うん、紹介だろうが、友達からだろうが、でも全部同じ許しちゃうんですよ、うん、まあね、で、あとさ、うん、先行してるんですよ、その好きっていうのが、付き合う始めがちょっとだからすごいなんか急に始まるじゃないですか。いや、一目惚れからいきなり恋愛に行ってるわけじゃないじゃないですか。デートだってしてるし、うん、でそれだっていきなり注視とかしてるわけじゃなくて、うん、ちゃんと、うん、あのなんていうかな、二人の気持ちが少なくとも、うん、共感してるんだなと誤解する程度には、うん、デートとかしてるから、うん、あれ別に普通だと思いますよ。きっかけはその一目惚れとかだけかもしれないけど、うん、別に誰と知り合ったって同じ過程ですよ。ディーンの場合は一目惚れで行って、うん、口説いて、うん、でも結婚するとなると、うん、ちょっと待てよっていう、ちょっと待てよなしで行っちゃったって感じはあるよね。急にカードがまた心理が強いカードバーンって切り返すじゃないですか、まあね、それよりもだからその結果の部分というよりは、うん、その運命のね、その出会いとかを信じてるような男だから、うん、俺たちの関係はこうあるべきっていうのを結婚後も続けてるとこは問題なんですよ、まあまあ そうね、そっちの方が問題なの、うん、一目惚れであるかどうか問題じゃない、うんうん、鋳型にはめようとしてるんですよ、あいつは、その、うんうん、関係っていうのを、うん、だからもうちょっと例えば今はクールダウンして、うん、自分を高める時期だとかね、うん、何でもいいけど、そういう風にできなくて、いや俺たちは、うん、俺はこうやって家族と過ごす人生をチョイスしてるからな、うん、でそれをちょうど自分の、うん、なんていうの、プライドに対して見合わない自分の今の立ち位置に対する言い訳にもしてるから、うんうん、だからそこは明らかに、やつの側のイラッとポイントだからさ。うまく配してんの、そんな簡単じゃないですよ。それぞれの落ち度をうまくいい塩梅で配してますよ。うんうん、よくできてる、うん。はいはいはい。うん、まあ、じゃあ次言います、うん、この方は、カバウカンチさん、26歳の男性の方です。とてつもない映画だと思いましたと。本当、ハマれば、今年ベスト級、オールタイムベスト級の破壊力あると思います。自分は設定自体にはそこまで共感はできなかったんですが、結構身につまされるところもあったり。ちなみに僕は結婚3年目ですと。大体僕と同じぐらいですね。長く付き合ったりしていると、どのカップルも広い意味で言えば、いつかちょっとしたブルーバレンタイン状態に突入すると思うわけで、最初は面白いって腹抱えて笑っていたのが、同じことをしても真面目に話してよってなったりしてと。何をしても楽しい時期から何をしても楽しくない時期にと。うーん、500日のサマーに似ているんですが、ヘビーさが全然違うと、うんうん、レボリューショナリーロードにも似ているんですが、時代設定的にも一歩引いてみれるところがあったりと、うんうん、まあ救いのなさっぷりはレボリューショナリーロードの方がすごいですがというですね、こういった意見なんですけど、はい、もうかなり僕の意見に近い感じです、うん、そうですね。でこの方エピソードもついていて、後ろの席にこの方が見た時ですよ、はい、後ろの席に座っていた童貞っぽい高校生男子なんでそんな奴らが見に来てんだよ意見ね、はい、この3人の感想、はい、ただのビッチの話だろ、微妙だな童貞っぽいでこの方はそれを聞いておいおい童貞諸君、その考えが身を滅ぼすぜ女って大体こんなもんだぜ童貞に毛の生えたような俺からのアドバイスっていう、あのさ、やっぱ僕高校の時とかにいろんなさそういう映画見てて、やっぱり明らかに、うん、お前その
経験段階じゃ理解しようがないだろうっていう映画もやっぱ絶対あってさ、まさにこれとかさ、ね、彼らには難しかったね、うん、高校3年生はねちょっとまだでも高校3年から見たらビッチだって見えるっても一つの心理ですよ。それはそうだよね、うん、あのさ多分二十歳そこそこじゃんシンディってさ、うん、最初の場面だと、はいはい、25人と、まあそれはね、それはね、そういうメッセージもありましたよ、うんうん、13歳の初体験なんだっ け、うん、そう、それにドン引き結構多めだぞ、うん、13からだったね、13からですね、うんって思いましたよね。アメリカってみたいな。いや別に日本だって13から13人それビッチじゃなくてやっぱしその、うん、いやそれこそ優しい男を求めて、うん、次から次へとっていうさ、うん、そので自分が求めている像をさその、うん、形にできないから、うん、やっぱそのでモテるし、うん、だから次から次へと来ちゃうっていう。あのシンディの親父が親父だったからな。ああ、そうそうそう。そのやっぱシンディの家庭に問題あるパターンっていうのはありますよね。あのお父さんひどいよ、ね。あのお父さんひどい、ね。信じられないよね。あいつが一番悪いだろ。ね、悪だろ。鬼畜の商業だろ。ゴミ子好きかって。ね。お父さんもそうだし、うん、おばあちゃんもおじいちゃんは私のことを人間扱いしてくれなかったって言ってましたよね。本当にだから子供になる立場の人が必ず迫害されてる映画だったから、うん、最後あの子要は何だっけあの連れ子っていうかあの女の子が最後そのフランキーがその連鎖を断ち切る存在であってほしいなっていうふうにもう後半はずっと見てたから、ね、おばあちゃんの世代は、うん、レボリューショナリーロードのあの夫婦の世代とかですかね、ひょっとしたらね。そんな感じね、うん、だからそれこそその明確に男女のロールがあって、うんうん、で女の人がされている感じっていう感じなんでしょうね。そうですね、うん、続編ですよ、続編。続編だね。レボリューショナリーロード2ブルーバレンタイン第2部負の連鎖、うん、でもそういう意味ではレボリューショナリーロードはなんかきつい結婚の映画だとか言ってましたけど、うん、僕はホラー映画みたいにな感じに今思いますけどね。ちょっと距離を置いてみて全然大丈夫です。あんなもんあとやっぱあの映画親切ですよ。最後に知恵をくれるんだもん、うん、暗黒の知恵を教えてくれるんだもん暗黒じゃねえよあんなの、うん、好きだよ生きる知恵さ超前向きな映画ですよね、そういう意味ではあのね僕もすごいあの奥さんに言われるんですよ、うん、あの最近あのすごいあの露骨に無視する時があるよねと。でそれはもう要するに今無視してますをもうギャグにするね、うん、感じですよ、うんはいはい、要はもうこうね、うん、あっつってこうね、うん、ただこのこれが笑いになるうちはっていうことです。笑いになってるんですねまだね。それはそうね、はい、でお互い様だからそんなの銃の話は別にしないけど、そうそうそう、 あと俺みたいにもううちでは喋んないっていうね、これも生きる知恵、知恵ですね、基本的には。でもそういうスキルとかね、そういう細かなそうノウハウの積み重ねとかさ、そうです、あと努力とかある程度しないとでこれね、その相手のことを要は相手が嫌がるような生活様式とか生活スタイルを取らないっていう気遣いだから、うん、これは要するに、うんうん、でもそれはなんでじゃあそんなね辛いことをあえてやってんだろうな、うん、みたいな。辛くない、辛くない、全然辛くないですよ。あとまあ何かとやっぱり天秤にかけてるんですよね、うん、辛くないでしょう。だってそれはそのあのさっきも言ったけど、レボリューショナリーロードのあのおじいさんは、うん、確かにボリュームは下げましたけど、補聴器のね、この話は、ね、も下げる、この話をしているお前はそんなに好きじゃないけど、うん、他にもっと好きなところいっぱいあるんですよ、うん、全然その好きな、うん、そのところをちゃんと だけを見てあげよう。そう、一箇所が嫌いだからってその人全 人格全体を否定するような、うん、そのいやその理想像とかあるといけないんですよ。だからその、うん、だからディーンですよ、うん、とかディーンでありシンディーなんだろうけど、うん、そこが考え方が本当に良くないんですよ、うん、だからその結婚の秘訣はこれのみ割り切れっていう、ね、これはすごいもう禁言ですよこれ。今ねそうでしょ。だってこれあの先輩どうですか、ね、見なかったことにするとかね、先輩見なかったことにするとかね。先輩もよくその知恵の話をたまにされているようなそんな話してて気がするんですけど、まあはい、でもそんなにあの深く口論しないときはしない。あ、うん、ヒットアンドアウェイね、すっぽくなっちゃう。セモチンさんだってさ、その男の人としてはかなり面倒くさい口じゃないですか。面倒くさいだろうね、一旦やりだすと。だからやらないようにするんですよね。やらないようにしますね、うんうん、やらないっていうのが大事ですよ。やらないってのはセックスじゃないですよこれ、うんうん、ね、やるけどやらないっていう、やり込めない言葉、あ、これ難しいですよ。これこの言葉通り難しいことだと思いますよ。やるけどやらないですか、その口喧嘩しないけどやることはやるみたいな難しくないじゃないですかそんなわけじゃない。いや僕はどっちかというと口喧嘩もするけど、うん、そっちの方もやる、ね、そっちの方でカバーする。それが理想なんですか。が理想だと思います。え、口喧嘩しちゃうともうやる気しないじゃん。そういうことになってたらそれじゃないですか、ブルーバレンタイン。いやいや、口喧嘩は性欲を減退するんですよ、うん、
だからあのねきついわあの描写はだからでもほらでもなんかそのほらあのいいんだろうみたいなこと的なことでこうなんか仲直りみたいなことですよ。あのフィクションでそういうの僕ら植え付けられてるからね。そうなんですよ、うん、それはだからその夢見すぎだから、違う違う、やれば仲直りっていうルーティンがその夫婦の中で、うん、そのサイクルとしてできてればいいですよ。でもそのルーティンなことによってその拳握ってるわけですよ。だからそれでいや違う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 、あいつらはしばらくやってないですよ。だからあまりにしばらくぶりで、あーやり方わかんない、ね、ルーティンになってればはいもうおなじみだから、もうちょっとこんな感じにしなくてもうちょっとマグロかもしんないけど、うん、もうそんなもん当たり前だって感じでささってやって、うん、まあまあ気持ちよかったしいいからっつって、ルーティンになってる人たちだって私奥さん雑誌を見ながらとかそういうのあるんでしょ全然。雑誌読んでて、うん、お父さんテレビ見ながらみたいなとか、そんなながら、そんなながら族いるかよこれ。ながら族カウチカウチ席だってテレビ見ながら雑誌見ながら難しいだろこれ。いいでしょそれ。コント見たかなと思ったんだもん。でもいるよこの人って。少なくとも両方がそっぽ向いてるはあれかもしれないけど、お前はそうやって生まれたんだよってながらセックスで生まれたんだぞ。どうする。じゃ片方は雑誌読んでて片方は必死みたいなパターンってこともあるみたいですよ。最悪でしょそれ。でもそんくらいルーティーンになってる人もいるし、セックスがもう完全に、いやその機能するんですかそのほらお互いにそれがスタンバイ状態になるの、それでそれで喧嘩にならないんだからいい夫婦なんだよそれは。まあね、でもそれは皆さんだろ、そういう現実もあるってことです。それもあるってことです。わかりますか。なでもだからそれがやっぱその暗黒の知恵で、それでうまくいくならそれでいいんですよ、うん、やっぱし、うん、その夫婦に正解なんかないわけですよそれ。いやまあ正解はない、うん、正解はないですよ。だからそこでうまくいく夫婦にそんなのなんていうのは、うん、それがいいとか悪いとかいう権利は他にはないですよ、うん、本当に言うとだから暗黒ってことでも失礼で、多分その二人が試行錯誤あるいは何かのあれでたどり着いた、暗黒ってあくまでポコチンの色の話をしてるだけですよ、ね、そうですよ、ポコチンの色の話です暗黒っていうのは。だからたどり着いた今の安住してる状態ってことですね。そうです、安住してる状態ですね。それがながらセックス。だそれはもう試行錯誤していろいろお互い苦しみながらたどり着けってことですか、うん、そうそうですよ、そうですよ、うん、だからそこに至るまではいろいろあったっていうことです。素晴らしい、皆さん人間ですね。いやただその僕とね古川さんは比較的今そのそこの渦中にいないっていうスタンスで話してますけど、うん、それはそれが永久に安定的かも分かんないし、ね、そのレボリューショナリーロードのあのおじいさんのボリューム下げ技ね、必殺、うん、出た必殺出ました必殺ボリュームボリューム待ってました下げ 10.0 が5年後も通用してる技かどうか分かんないですよ。それ奥さんに勝って認められて、ね、前は腹立たなかったけど、うん、あんたねもう知ってたけど、うん、いつも下げてんだろボリューム下げてたろっていうふうにならないともおかげで、それは人の気持ちは変わるから。それみんな分かってんのかな、このボリューム下げって何が行われるこれぜひレボリューショナリーロードははっきり言ってマストですよそれは。まあ、ブルーバレンタインを見るのであればですね、ブルーバレンタイン その前日談ですから前哨ですからね。ちなみにそのあのさっきの恋愛の始まり云々っていうんで言えば、うん、あの二人は間違いなく恋はしてるから。そうですよね、うんはいうん、だからでバッといきなりもうダメのとこに飛ぶけど、だから似てるんだよそういう意味では、ね、うん、だから残酷な話ですよ。あの素晴らしい映画だと思うんでぜひ。素晴らしい映画ですよね、はい、素晴らしい映画ですとっても、はいうんはい、なんかその、まあ、似てる話で言うと、この方はラジオネームナウキッドさん、大学院生男性ですね、うん、この方はバルト9で日を置いて2回見ましたと、お取りも直さず号泣めんです、うん、この方はですね1回目で昔一悶着あった女性と見に行くという愚を犯しまし、いいシチュエーションですね。なんでまずさ、そもそも一悶着あった女性と映画に行く、シチュエーションがちょっとわからないですね。しかもその映画選ぶ、鑑賞後一緒に飯を食っていると、うんうん、私シンディっぽいかも的なことを言われてパックリと開いた古傷、うん、2回目で物語が一層骨身に染みたことは言うまでも心があります。僕がある、つまりそれってシンディっぽいかもってのはあなたのことディーン的に見えて嫌になったかもってことなんですかね、うん、ってことなんですかね。わがままだったかもみたいなニュアンスかな、あの時の私はってこと。そうなのかな、分かんない、ちょっと勇気ありますね。だってこの映画について語り合おうとしたってことですよね、男女で言って。いや別に男女で言ったって言ったら今は友達なんでしょうから別に。いやだけどそのそれともあれかな、か体験人数20人っていうとこかな、あそっち、うん、なのかな、心理っぽい、心理っぽいっていうのもいろいろあるからな、うん、でも男女で見にいらっしゃるってるお客さんいらっしゃったじゃないですか、結構カップルいました ね僕多分歌丸さんと同じ会にいたんですけど、マジで、うん、僕一人で行ってたんですけど、あそうですか、カップルやっぱ数組いて、はいはい、でその中の一人のカップルは、ええ、女の子だけがしくしく泣いてる状態で出てった。へー、でそのどういう関係か分かりませんよ、うん、そのカップルはね、夫婦なのか、まあ、女の子はしくしく、男はそんなさしくしくっていうのを見せないからかもしれないけどね、うん、とにかくそのなんか
見に来なきゃよかったなっていう男性の顔だけは僕はこう目に焼き付いて出てってるんですよ。それはその女の子があまりにも、まあその後どうなのかね、わかんないけど。でもやっぱあんまりカップルはね、ちょっと、うん、あのね、うかつに来てるカップルもいたでしょ。あの映画映画ってる、ね、あの映画はね、分かってて、ラブストーリーだっつって会いに来ちゃってる。明らかにあのツーリスト組ですよ。はいはい、まあ、この写真とか見てね、うん、アートワークとか完全にちょっといい感じの恋愛映画ってやってる。いやだってさ、チューしてる写真ばっか表出してんなもん、ブルーバレンタインさ、うんうん、あの口が悪くて、ちょっとちょっと油断させてバッサリ、昔パイナメのシーンを潜在に使えたらしいよね、いやもうもしかして拳を握ってる人に拳を握ってる、でもさ、でも中身を一番ね伝えてる、こうやってこうやってやってこっちがさで、でコビがおいワイパイナメとやってあなた奥さんのこの顔見たことありますか？最悪でしょ、ブルーバレンタイン。決して一人では見ないでください。一人で見てください。逆だね。ね、あでこの方続きいきますよ。はい、でこの方はあの、途中いろいろまああるんですけど、シンディにおばあさんが言ったあの、うんうん、あなたにふさわしい人を見つけなさいっていう、はいはい、教えを更新あるじゃないですか。うんうん、そういうセリフ。おばあさんの体験談や父母の関係によって考え方が合う、ふさわしい人を選ばなければ時間の経過が2人の関係を悪い方に変化させてしまうというコンテンツが設定されてるんじゃないかと、うん、2人に必要だったのは歩み寄りだったのかもしれませんというようなことが書いてあるんですけどね。でもあのおばあさんに聞くシーンで、こう愛を知っていますかっていうふうに聞くじゃないですか、ね、私はそんなものは知りませんっていう、なんかそれは結構時代的なものもあるし、うんうんうん、結婚してうん何十年も経つと多分そういうとこに行き着くんじゃねえかなっていう、まあ、忘れましたみたいな、うん、最初はそうだったかもしれないけど、そうじゃない時間が大多数なんでっていう、なんかああっていうね、また現実をこう見せつけられたような感じっていうのがありますしね。あと歩み寄らないですよね、とにかくあの二人はね。そうね、うん、それは本当にそう思います。そうだね、お互い努力したつもりなんだけど、うん、すごい自分勝手ですからね。そう、うん、それはすごく思います、うん、すごい利己的というか、うん、そこはまあダメっちゃダメなのかもね。でも喧嘩っておおむねさ、そういうさ、こんなにこっちはそっちのために歩み寄ってんのにっていう、自分はこうな努力してる気になってる、ね、すごく落とし穴なんですよね。それちょっと教えてくれるかもしれないですね、これはね。そうですね、その考え方良くないよ、うん、そう、喧嘩は大体そのパターンだね。あの喧嘩のその元になるイライラって、自分がこんだけ相手のためにこれだけしてるのにっていう気持ちが多分発火点になる。これ恋愛限らずかもしれないですね。かもしれないですね、友情においてもそうかもしれないな、はいはいはい、なんだか本当に、なんですか、いやあのどうなのよ。何言ったか分かんない。近藤 P&D は全然あのリアルに感じられなかったので、本当に、うん、そういうもんなんだなって。近藤 P はでもこれはやっぱこれからグイグイいろんなあの痛い思いした方がいいですよ。いや全くしてないんだな。そうしないと分かんない映画芸術いっぱいありますからね。だから僕だってそれはそうかもしれない。さっきの童貞派ですね。あんた童貞だよ。完全にもうそっちにも親近感を覚えました。ビッチだ。そうだそうだそうだよね。シンディビッチだってその見方だもんね。あ、そうか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 。近藤さん童貞説。童貞ってことか。あ、でも女童貞っているってことだもんね。もう多分そういうことなんだなって。何も分かってないなっていうのすごい。なるほど、分かりたいってこと、それは分かる気もねえよっていうことな。うーん、なんか必要もないのかもしれない。そうですね、そんなに分かんなくてもいいかなっていう感じでは、うん、まあ巻き込まれるものですしね。でもさ、その付き合った男の人の最初好きだったとこが嫌になっちゃったとかってないの？私は振られるばっかりだからなかなかないですね。なるほど、っていうのもあるかもしれないですね。なるほどな。こういう人がでもね、ちゃっかりやっぱりあのちゃっかりバッチリな人と会っちゃったりするかもしれないからね。うん、なるほどね。まあ、それがあってからがね、またスタートなんですけどね。だからそれで花壇見てないんですよ。現実逃避で虫返しの昔の虫返しでもこの世界はだからあの、うん、理解するっていうよりも思い知る世界だから。そうですね、全然分かんないっていうか、ある日突然思い知ることになるのよ、普通にやってても、はい、そうですね。あのそのさ、そのシンディに対しての筋論みたいな、うん、筋論こそやっぱそぐわないんですよ、やっぱその結婚生活とかパートナーに合わない人は。そうそうそう、あのこういうとこが筋だから、君はこういう筋が通ってないなんてことを、それこそね、うんうん、あのディカプリバリに1もうダメだ、1なんとかなんとか、2なんとかなんとか、3なんとかなんとか、もうこれもう全部ダメですから。正論だろうがなんだろうが、この行為がもう正しくない、うん、それに対して、だから、うん、
正解はね、外に求めちゃダメなんだって話ですよね。ですよね。まあ、あとあの過剰書きは本当はダメですよ。過剰書きね。1 三段論法とかね、3つあるとか証明終わりみたいなことあれプレゼンみたいな形式だいぶ初期段階でやってましたね。3つあるね、あいつね。あれは勉強するようになりました。でもそういう意味ではね、ましたね。絶対見てるほうがいいですよ、あの童貞職業必修映画、うん、必修映画やってはいけないことが言ったら、ただその恋愛恐怖症、結婚恐怖症になる副作用もありますね、やっぱね。だと思いますね。でもだからそれはね、歌丸さんもおっしゃってましたけど、その、ね、最後のブルーバレンタインに関しては、はい、その最後の花火のところとかっていうところに、まあ、それもそれで、それがまたきついんだけど、鬼畜の商業だけど、鬼畜の商業でもあとやっぱものすごく謙虚に日々ちゃんと相手を思いやって優しくできてるかなとかさ、すごく謙虚な気持ちになりません？そんなことない？歌丸さんはもうそれもう悟りを開いた修行僧のような感想じゃないですか。例えばね、この倦怠期ものの終わり方って、例えば、ハッピーエンドに終わってるものを、何にしても、やっぱそのなんていうかな、ちゃんとその本当に身につまされてるっていうんだったらさ、じゃあ俺はどうなんだって考えた時に、例えばシェルタリングスカイとかってさ、あれ旦那の方が、まあ、死んじゃう、あ、行っちゃったね、まあいいかな。いやでも、ね、要するにオチの部分で、まあ、そのある人物が出てきてこう言うわけですよ。その人はその永久に生きられるわけじゃないのに、その時は永久に生きられる気分で、でも月だって何回見られるか分かんないし、満月だって、だからそういうふうに思うと、今すぐ目の前の相手に優しくしないとっていうさ、こういう気持ちにさせられるじゃないですか。だからそのオーカレスちょっとそれに似た考えっていうか、あの最後のドカーンも、そのこういう2人が輝いてた時期は間違いなくあったわけですね。そうだから今憎み合っていないカップルは、今すぐこのね、その輝きは大事なものなんだから、かけがえのないもんだってことを自覚せいと、そのとかさ、なんかそういうふうに思いましたからね。そう思えない人たちもね。でもいや、わかります。だから僕も5年前なら死んでいた。鬼畜の所業により、鬼畜の所業により、あのバレンタイン死をしたっていうね。本当に、あのだって俺500日でさえもう世が世ならこれあなたって、ね、タイミングがタイミングならあなたこれはって、もうラストとかのオチとか許せなかったと思いますって、目ふざけるんじゃねえぞと。こんなことは起こらねえぞっていうことだよね。オータムなんて来やしねえ。何お前こっち向かってウインクなんかしてやがるんだろう。ぶっ殺すぞ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 。なんでだから。ダメやって。人のこと舐め草ありやって。本当にね。映画館の前で絶叫って。一つ人の生き血をすすりですよ。だタイミングね、ありますから。ありますね。だから、あの、ピンとこなかった人もピンとこないって人はあれかもしれないけど、その見直してみてもいいかもしれないですよね、状況が変わった時に、もね、まず少なくとも見て損はないぐらいよくできた映画ですよね、間違いなく。今これに近い状況があったり、まあ、手前でもいいですけど、すごく刺さりすぎちゃった人はこの映画を見て、なんていうかな、その救われたりとか、なんかあるの、そのポジティブな心の動きってあるんですか？ポジティブにはならないですね。ほう、諦めになっちゃう。なんか、いや諦めまではいかないですよ。それはなんか、その多分レボリューショナリーロードとかを見ると、多分そっちに、定感みたいな。定感はそっちなんだ。そっからスタートしろよ。そうだよね。定感ほど突き放してもくれない感じですか、ね。だからその超なんかホットな感じのまま終わっちゃう感じ。それが鬼畜の所業。しかも結婚に対してお互いすごく夢を抱いてるし、ピュアな感じはするんですよね。歩み寄らないとかもそうだけど、やっぱり愛し合いたい、愛が大事みたいなところのまま終わってるからこそ、なんかすごい辛い状態のまま終わってる。あのディーンの歩いていく後ろ姿に完全にシンクロしたまま終わってしまう。トボトボだ。それは絶対あると思いますね。確かに。でもだって素敵なものだみたいなことはやっぱりなんとなく提示されてるから。成長あの二人がしたかどうか分かんないんだよね。してない。成長するかしないかはあの後の話です。話だからね。あの後、あのね、憧れ師匠が昔やってたように、高橋教えがやってたように、自分の悪いところをノートに書き出すっていう。過剰書きは自分に対してですよ。そこで男の過剰書きスキルが発揮されるべきだね、これ。ノートスキルはそこでこそ発揮。俺はね、あの彼には言ったのは、そこまで辛いことをしなくてもいいと思う。そこまで向き合わなくていいと思う。ディーンがあれからノート自分で書いて書き出すかどうかは彼の成長のこの後に。あいつは、まあ、一番取りやすい行動は、あの、まあ、癒やし時期に、復活時期に、あいつビッチだったよ。小粋な歌にでもして歌うでしょうな。やっぱね、プライド高くてね、なんか仕事バリバリやりたいみたいな女はね、ダメだよね、で、歌にしたって、その、なんで君はね、僕を傷つけるんだいみたいな。酔っ払って泣きながら。Do you really want to hurt me? ですよ。成長してねえよ。
っていう可能性もあると思うけど、うね、もしくはやっぱ学んで、うんうん、やっぱちょっとこう頑張らなあかんでっていうね、あの、うん、あれですもんね、500日はちゃんと そこでさ、腐ってばっかりじゃいらんないぜっつってこうね、うん、勉強したりしてやったりしてましたから、うん、だからそれがないから見た後ひたすら胸が痛いどころか、うん、なるほどね、もうなんでどうしようっつうのじゃあっていう、はいはいはい、どうしよう、なんなのそれは、生地甘い終わりだからか、そこそか、うん、その結婚って何みたいなことがもう全く余計分かんなくなっちゃうって終わってる感じですよね。まあそれはそうかもね、うん、と思いましたけどね、まあ、だからそれはみんなでこういった考え、そうだからこういう場が生まれるんだと思うんですよね。なるほどね、うん、これリスナーの方のメッセージもう一個いくと、はいはい、パパコウタさんのメッセージは、まあ、この方はその幾多の恋愛映画とは異なり、恋することとは何か、愛することとは何かを問いかけてくる、恋愛といかなるものかを描いた、うん、見終わった後も反芻して楽しめる真の恋愛映画だったんじゃないかっていうふうにおっしゃって、すごい、まあ、達観してらっしゃるんですけども、この後またエピソードがありまして、うん、あまりにもバッチリなタイミングで自分でもびっくりしたんですが、うん、劇場から出てすぐに、うん、路上で一目はばからず熱烈にキスするカップルを目撃したと。今までだったら代弁して早く寝ろと心の中で悪態をついていたのに、鑑賞後だったため本当に末永くお幸せに、あ、愛が花火のように消えないでねとちょっとだけ優しい気持ちになりました。この人じゃブルーバレンタイン比較的ポジティブなものを受け取った人ってことね、うん、まあ、ポジティブっていうかそのかけがえなさのは、うん、やっぱりそこはかけがえないっていうことだ、今のそのあなたたちの状態は、うん、なんか美しいよ、わからないしっていう、うん、いやそれはそうでしょう、だからその、うん、あの鉄を踏まないようにねっていうさ、ブルーバレンタインも半分はそういうシーンでできていたって。そうなんですよ、ただそのね、出すタイミングが最悪なんですよね、ときめかないタイミングで出してくるからこうもね離婚式用のビデオだからね、そのだから結婚式用のあのほら 手ぶれの方だけで撮ってるやつで作ったら、もう本当結婚式用のビデオとして非常によくできてるね。ちなみにね、橋本さんの結婚式のビデオ本当よくできてましたもんね。だからあれを作っていた時の自分の気持ち自分で作ったんだもんね、自分で編集しました、ね、あれめちゃくちゃよくできてましたもんね、だからあれを作った時の俺よ俺よってことですよ、もう一個の時間軸があるぞと、あるぞと、あんのかそれ、ダメでしょそれ、やっぱあの時あの時で冷静に自分のそので結婚に至るまでを冷静に見て編集してたわけなのに、冷静だと思ってたはずなのに、あ、まだ冷静じゃなかったわ。いや、それはだから神じゃないから、その4次元感覚がない限りは、その、うん、時間を超えてはやっぱりできないっていう、ね。本当にもう、1時間ですよ、もうこれ語って。1時間話して、なんか進んだ気もしないとこが、ね、始まる時に結論は絶対出ないと思ったんですよ。うん、映画そのものが結論出てねえんだし、答えもないわけだし。でもその立場によってこういう見え方の違いがあるってとこはちょっと分かってきましたけどね、その童貞だとこうだ。ね、っていう、あと例えば独身でも、例えば彼氏彼女がいる状態で見るのと全くの孤高状態で見るのって、全く意味が違うよね、全くの孤高状態の人がね、全くの孤高、真空真空状態、真空な、真空地帯いわゆる無ですよね、無はもう貧乏帰ってこれなくなっちゃうんですね、それさ何も感じれないっていういろんな映画がごっちゃごちゃになっちゃう貧乏好きなんだよなインセプションですからね、インセプションですね、煉獄ですよ。なんかこのいわゆるじゃあ独身の方のメッセージの最後じゃあ紹介してもらおうか、ちょっと長いんでちょっとまあ抜粋していきますが、うん、千葉県のふみちゃさん、女性の方ですね、彼氏なし31歳独身 OL です、うん、いわゆるアラサーといわれる妙齢、うん、少しは恋愛や結婚に対して夢や希望を持ちつつも、実際そうそう素敵なことなど起こりはしないと気づいてしまっていると。その私からするとこの作品に対しては、あいただだ本当のこと言うなと言わずにはいられません、うん、なるほど、という意見なんですが、まあ、鬼畜の所業なりシリーズ、所業ですよ、いろいろこの方はあの感想を書いてらっしゃるんですが、この方の個人的なエピソードとして、うん、高校が美術専門の学校だったと、良くも悪くも芸術至上主義のような環境で高校時代を送った方であると。で、要は芸術活動をしていれば報われるというような価値観で高揚感にあふれた環境だったんだけども、うんうん、実際社会に出て生きていくためのサバイブ術は教えてもらえなかった、うん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 、だからそのセンスもあって自由奔放に生きていて、そこが自由の一番の魅力だったけども、うんうん、社会性という武器を持ち合わせていないのに家庭を持つという責任を受け負ってしまったディーンが、
過去に見てきた先輩たちの姿と重なってしまう。うわ、このさ夢問題もさ、実はあの、はい、レボリューショナリーロードもちょっとそこあるじゃないですか。そうですね、すごくさ、はい、その偉そうなこと言ってたのにあんた全然違うじゃないのと、うん、空手型じゃないのっていうさ、うん、そこ問題はあります。そうなんですよ。この方続けて、うんうん、この方20代の時は社会に適合している男性には一切魅力を感じなかった。あ、ね、ちょっと待って、たとえフリーターであっても夢があれば絵を描いてるとか調節を描いてるとか、うん、そういうので好きになる気持ちばかりが先行して、うん、そういう結婚生活、その人との結婚生活を考えたことが、あ、うん、まあ、まず、まあ、多少貧しくても好きになる気持ちが先行してしまう。でその30代になってから、うん、まあ、自身が、まあ、わずかな給料でやりくりする毎日、はいはい、ね、まあ、現実を見ちゃってるわけですね、うんうんうん、あの友人たちが結婚や出産とおめでたい話が増えていく中、ふと心に隙間風が吹いてきました、うん、結婚したいこの方は思ったそうです、うん、あの震災の日に特に思った、うん、ね、揺れる高層ビルを見つめながら頭に浮かんだ。すげえ映画的だな、それ自体が。もちろん結婚したい相手とはアーティスティックな才能にあふれた男性ではなく、人柄はもちろんどちらかというと社会生活に順応できていて生活費もきちんと納めてくれる男性、つまり社会で共に生きていくための伴侶と結婚したいと思ったっていうことを書いてらっしゃいましたね、うんうん、だ作品を見ながらシンディってもしかしてこんな気持ちになったのかなというふうに思って、なるほど、あ、なるほど、これはすごくそれこそグサグサくる、ね、言葉、これはグサグサくるじゃないですか。やっぱそういうフレーズ出てくるじゃないですか。変わったのは心理だと思うよね、うん、人が変わっちゃったの、そうそうそう、だから最初いいと思ったところが、うん、はい、解消ねえなこいつ、うんうん、あんたやりたいこととかないわけ、うん、っていう風に聞いた。しかもさ、ほらこの人ディーンはさ、うん、何かをやってすらいないから、うん、そこが俺ね、だからかろうじてもしやつに可能性があるとしたら、このキャラクターのままね裏切らずに行くんだったら、やっぱそのこのキャラクターのまま何か努力はしているとか、うん、そこはギリギリギリこう子供っぽいけど魅力的ってところにつながりうるところだと思うけど、何に言い訳ばっかりしてるっていうのはさ、やっぱちょっとどうですか近藤さん、そのこの変化の問題、変化するものだよ。でも近藤さん変化がまず全く感じられてないんで、近藤さん自分がね稼いでるから関係ないわっていうのもあるもん。でもどっちかっていうと立場としてはでもまあ通じるもの、シンディー側っていうことになるね。逆に私はシンディー側の立場としてこういう男性と結婚したいなっていう理想なんで、だそこはすごい変な感じですよ。だから完全個人的な、だからシンディーと完全に一致してるんだったら、まだ変わらないなんだよ。だから結婚したらあらっていうってなるってことですよね、うんうん、腹立ってくるわけだよ。だってね、そういうこいつはくっちゃねくっちゃねしてね、うん、私ばっかりこんな仕事で辛い思いしてね名誉プロデューサーみたいなやつに後ろから小づかれて大変だよっていうね。うん、でも家に帰ったらなんかいいじゃないですか、こっちの方がっていうのは多分理想で、完全に理想として、でも楽しやがってって思うんじゃないの。変わってくるんだよ。大変だったかい今日もハニーみたいな。でもそんなやつ、あのね、あの私はこういう人が好きで、うちに帰ればこういう、あのこういうとこが癒しなんだって本気で思い込み続けられれば、それはそれで全然うまくいくんじゃないですか、うん、そうだね。だから誰もがシンディー化するわけではないよね、うんうん、まあシンディーは最初はそうじゃなかったけどね、うんうん、なんかその要は同じところが好きだったはずなのに、勝手にその自分の言い訳、その要は立場が変わってる、考え方が変わっちゃってるわけじゃないですか。そこで考え方が変わったのかどうかも分かんないですよ。やつはそういうディーンが好きだったかどうかもちょっと定かじゃないんですよね、うん、やっぱ単純に心の隙間に流されてスッと、あのスッと入られたっていう、で他に頼る人もいないし、で本当に優しいは優しい、悪い人ではないから的にもちょっとその疑惑もあるんだけどね、うん、承認欲みたいなでも多分心理差はありますよね。だからあの自分の能力を買われて、はいはい、よそにスカウトされた、ね、あそこはねさりげなくも痛いところでしたね。そこはいいところです、で実際はでも自分の能力が認められてたわけじゃなかったんで、ことで心理の絶望が深くなっていくわけですよね、うんうん、でそこにね、うん、あんなのかな、ね、あのさっきちょろっと言いましたけど、僕はとにかくあのこの今まで話していることとちょっとレベルが違いますけど、ああいう振る舞いに出るのは男でも女でも、あの来るなって言ってる職場に来て、はいはい、あの社会のルールに反する何かをするっていうのはもうそれだけで、元がどれだけ正当性があろうともうアウトですね。俺もああいう、もしあれがあの女の子で例えばあれだったら、仮に俺が悪くてももう絶対に気持ち離れちゃいますね。もう手段はもう無理だ、こういうことをする人は無理って俺はなりますね、うん、というね。あとまあ子供ができたっていう負い目を感じてたよね、付き合い始めの時ね。あシンディーがね、シンディーさんは、うん、シンディーはでもそれをさディーンに
ディーンが優しいのをいいことに、ディーンはディーンでちょっとなんか別のなんか理想を描いてるんだけど、すでにヒロイックな俺みたいなのあるかもしれないけど、ちょっとその無条件に丸投げしすぎてるっていうか、感じもあるよな、シンディが。シンディが、うん、だからそれをやったっていう自分も嫌で、そういう状況がこの人と一緒にさせられたっていうか、おかしいけど、こういう一緒になってる状況になってるんだっていうことが忌々しいわけじゃない、それなのにもうその当の娘とベタ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 して、なんかすごく責められてる感じがしたと思う、ね、自分自身に対する苛立ちをちょっと感じありますよ ね、 いやだからね、これレボリューションドームもうできちゃった結婚なんですよあいつらは、そうですね、あのねコンドームですよ、俺もそう思うね、本当にもう基本です、混同です、混同です、すみません、そこは私も最初から、このそもそもの始まりのきっかけがすごいこうツッコミどころがあるな、でもね、できちゃった結婚が一番いいっていう考え方もありますって、あのそれはその人と、そういう遂げられるならということ、本当に2人でできた子ならね、あ、今回のちょっと違う、まあ、ちょっとね、ちょっとまあ状況が、しかもあんななんていうの、勝手なセックスでしたよあいつ、勝手なセックスでしたね、レスリングのやつっていうね、もうなんか否認はだからした方がいいですよ、結論はね、結論はね、否認はした方がいい結論、はい、もう一個は鬼畜の所業なり、ブルーバレンタイン鬼畜の所業なり、褒めてる、褒めてます、褒めて、褒めて、かっこ褒めてますっていうことですかね、これ本当切りなくなりますから、ね、切りないからもうこういうことです、ただやっぱりその童貞だろうが、その映画見てない人は見た方が俺はいいと思う映画だと思うし、だから恋愛とか結婚に対して全くもうしない方がいいんだと思うのはもう違うなと思うし、そういう映画でもないですから、ね、うん、あとあの倦怠期ものはね、面白いですよ、やっぱし、あの、うん、ていうのそんだけ作られるってことはやっぱそんだけ普遍的な悩みなんですよ、みんなそれで悩んでる、やっぱそれでドラマチックなんですよ、やっぱりそこはね、だったりするんで、ね、いろいろ見て、そういう意味での傑作が新たに生まれてるということは間違いないと思う、最新の傑作出ちゃいました、やっぱね、あの、まあ、シネマハスラーで言ったことのね、あの総括ですけど、その今言ってきたようなこともろもろがちゃんとその映画としての技術とか技法とか演出とか、あの実際に作品として出てくるものと一致してるんですよ、見事ですね、だからそこは本当に素晴らしいと思う、ということじゃないでしょうか、はい、はい、皆さんもぜひ、あのね、僕は明日ツアーなんですよ、結構早いんで、ツアーのお知らせをじゃあしときましょうよ、全国の方に向けて、はい、なんだ、明日は名古屋ですよね、で5日が、旅のしおりが、ね、5日が福岡、ライムスター旅のしおりがね、はい、ツアーの旅に作られる旅のしおりがあるんでね、これあの、クラブチッタ松井という制作の男が毎回作ってくれるんですけどね、毎回あの後ろにクロスワードパズルとかそういうパズルが入ってたんですよ、今回日本列島を取り囲むプレート帯の図が入ってます、不安をその煽るような、はい、付録がついてるわけで、ちょっと、はいはい、ということで、あ、ごめんなさい、じゃあ言ってくれましたけど、明日が5月1日日曜日が ZEP 名古屋と、5月5日木曜日が ZEP 福岡、5月12日が札幌ペニーレーン、5月29日が大阪ナンバー8、6月5日が東京 ZEP 東京、4月、6月7日がクラブチッタということですね、関東はまだ7日の追加公演は取れるという、でチッタには HP がちょうどいるかもしれないってことですか、見に来れる、7日は、はい、追加は多分玉丸クルーが、ね、そうです、あ、追加、あ、そうですか、はい、川崎、札幌の方もあれだっけ、あ、札幌も、はい、あ、でも札幌僕ね現場に行けないかもしれない、あ、そうですか、物販がね、とにかくライムさん物販ね、物販ね、新井さんが頑張って作ったですね、クオリティの高いあれセンスがね、まあ、ちゃんめちゃくちゃ可愛かったりさ、ね、久しぶりに作ったセンス、はい、ちなみにライムスターのライブに来て帰りに喧嘩して別れたっていうカップルもね、僕友達で知ってますけどね、幸あれ幸あれライブ見てる瞬間はもう花火は、ね、どこに行ったって別れるやつは別れるんだ、うん、でちなみにその別れた人はまた別の人と結婚してうまくやってるんですよ、ね、何があるか分からない、だからはっきり言ってこれがバッドエンドであるか分かんないでしょ、もっといい、あそこで別れといてよかったってい う、 いやそういう離婚ありますよ、いやてか全ての関係は、うん、その終わってみればそういうことじゃないですか、うん、あそこで別れといて深い傷にこれ以上なんなくてよかったっていうさ、うん、ことなんだからさ、うん、いやあとあの子にとっては良かったです、子供にとっては良かったです、そんな仲悪い両親のところに育てられるよりかは、うん、もうパッピーなくなった方がいい、それはいいです、でもお父さんのこと大好きだったかな、まあね、でも忘れますよあの子じゃ冬の小鳥見てくださいそうですよ、冬の小鳥です、冬の小鳥最高ですよ、うん、いろんなこと言ってますよはい、ということで、はい、頑張っていきましょいと、はいじゃあ来週のお知らせですね、
ちょっとね、今日はあのエンディング間際がドッタンバッタンになっちゃって、ちょっとあのちゃんとお伝えしてないんですね。サタデーナイトラボが、はい、あの結構攻めた企画ですね、また今回はね、浮世絵は江戸時代のグラビア雑誌だ特集ということで、はい、前に、東京国立博物館特集お送りしましたね、はい、こうやって見ると面白いよと、はい、面白い鎧とかね見てゲラゲラやったりしてましたけど、はい、その時のお世話になった、松島さん、はい、に今回は浮世絵を紹介していただく、はいはい、あの時もちょこっと見たけどね、ちょこっと見ましたね、要は写楽特別展写楽っていうのが、今5月の1日から行われてるのかな、もともともっと前からやる予定が震災の影響で伸びてここまで伸びてしまったんですけど、うん、でそれに合わせて、僕もちょっと浮世絵って全くわからないんですけど、うん、どうなんだろうと思って聞いたら、いろいろこう浮世絵を、僕たちが身近のものとして感じるためのレトリックっていうか、要は本当に今の時代におけるサブカル的なもの、うん、例えば、アイドル雑誌だったり、同人誌みたいなもの、同人誌持ってるエロ同人誌みたいなものだったりするっていうのを聞いて、うん、あ、はい、とっても身近なものだったんだなっていう話があったので、うんうんうん、じゃあちょっと一回タマフル特集しましょうか、はいはいはい、でこれを聞いた後にシャラクテ見に行くと多分とっても面白 い, ってい、より楽しめるようになってるという、うんうんうん、あので今回は、前回はその国立博物館伺って、はい、いろいろ見るという体でしたけど、はい、今回はスタジオにその物をそうです、写楽そのものではないんです、写楽じゃなくて、そのでも浮世絵を持ってきていただく、持ってきていただけるっていうことなんかさ、そこは素人考えるの、浮世絵って別に、そのこんなところにバサバサ持ってきていいもんなんですかと思ったけど、全然そうなんですよ、ってあの持ってきてこれるものらしいんですよ、うんうんうん、バサバサ見てもうへへっつってそうそうそう、うん、うわうわうわって感じで多分見せてもらえると思うんで、はいはいはい、うん、これはちょっとだからもうね、楽しみ、楽しみですね、うん、はい、知的シリーズですね、カルチャースクールシリーズ、はい、カルチャースクールシリーズ、はい、いつの間にかシリーズが始まってます、はいはい、で松島の肩書きが一応タマフル御用学芸員、これあの松島さん自身がね、御用タマフル御用、僕たちが松島さん自ら御用学芸員、御用学者ですか、御用学者呼ばわりで僕たちが勝手にしたわけじゃないです、これは松島さんが自分の肩書きとして言ってください、既得な方ですね、ありがたいですね、分かりやすく教えてくれる方ですね、番組リスナーのためにみたいな、まあ、とにかく日本を今代表するその美術館キュレーターの人ですから、そうですね、すごい人なんですよね、ってこの人、はい、でもね、あのいいんじゃないですか、とても面白いと思います、はい、あの楽しみにしております、はい、タマフルカルチャースクールシリーズ、旧映画江戸時代のグラビア雑誌だ特集、はい、サダネットラボ、でシネマハスラーがエンジェルウォーズ、ね、これは僕楽しみだったんで、これは、はい、スナイダー、この中で見た人います、いない、あ、じゃあ見たい、見たいですね、ザックの野郎がね、はい、ザックの野郎もうあの企画だけ見た時はバカじゃないの信頼できるバカすぎると思ったんですけど、なかなかちょっと一筋なじゃいかない構造みたいですね、これね、褒める人は褒めてますよね、うん、すごく、そしてなんと申し訳ないとの赤坂が DJ オギー申し訳ジュニア、はい、久々登場です、ね、ジャニーズミックスですね、私博多に行った時に会ってきましたけども、はい、アインも変わらず変態だった、変態ぶりだけは言っときます、ド変態ぶりを、はい、笑えない変態としてましたね変態と差しで飯食ってる俺もうほんまもんですからね、この人変態ぶりはね、はい、はい、DJ オギー申し訳ジュニアさんです、島尾、さんミューズの週刊ぼやりニュース、のお待ちしてます、あとマゾ飯ね、はい、どうしよう、いいですね、全国のマゾたちからメールがいっぱい来てますから、ね、はい、もういいですよね、要するにもうブルーバレンタイン帰りなんかマゾ飯打ちたくなるんじゃないですか、ね、打った気分になりましたねマゾ映画この胃もたれみたいなのをしましたからね見た状況マゾ映画とは言えてみようでしたから、ね、はい、マゾ飯ぜひぜひ、送ってきていただきたいと思います、はい、といったあたりですかね、はい、はい、じゃあ来週もよろしくお願いいたします、はい、ということで長々とやってまいりましたが、生放送は土曜夜9時半から AM954kHz もしくはラジコでお聞きください、はい、ということでお相手は、はい、番組構成作家古川とアドバイザー瀬野陣と番組名誉プロデューサー橋本と新プロデューサーのディレクターの近藤と、パーソナリティの歌丸でした、また来週どうも。